はい、こんばんは。はい、こんばんは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうも、はい、本日も、本日、今年もですね、はい、FXC クラス、X クラス、C 並びに C 列をよろしくお願いいたしますということでですね、はい、そういうわけでですね、はいはい、新年一発目始まりました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Cレスの時代のスタートは、はい、まあ、ここから新年一発目は XFC プラスからということで、はい、はい、させていただきたいと思います。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。そうですね、で、まあ、明けましたけども、はい、年末は何してました？年末は何をしていたか。はい、年末年始ですよね。はい、ですね、これ X タクシー的な話になるんですけれども、年末ですね、31日あのコンタクトに行きました。おー、はい、カウントダウン行った。そうなんですよ、カウントダウン行きましたね。おー、はい、コンタクトね、はい、はいはいはい、コンタクトって誰出てました？コンタクト、今回あの田中文也がロングセットでやってましたね。そうだそうだそうだ、田中文也が、はい、そう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 、はい、はい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 、でです、はい、あ、そう、それ確かにね、はい、ちょっと気にはなっていたんです。はい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 、まあ、そういう自分はあの、ただ飲んだくれただけだったんですけど。なんかここ配信やってたみたいですよね、なんだかね。そうですね、やってました。C レスで、うん、はい、やってました。はい、そうです。でも田中文也見に行ったのはありです。よかったですね。よかったですよね。はい、うん、やっぱテクノ愛する人としては田中文也さんは外せないところです。そうですよね、うん、自分なんかは本当に、31日はここでちょっと配信をやりまして、うん、なかなかいいじゃないですか。はい、で、はい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 、ですね、はい、でその後にまあちょっと飲んだくれてたっていう、ちょっと飲んだくれてたっていう、はい、あのグダグダな正月を過ごしまして、はい、だからあれなんですよ、ちょっとカウントダウンとか出てないんですよ。うん、なんかね、あの、ベントかなんかにちょっと良さげなのあったんですよ。はい、でも、まあ、まあ地元で飲んだくれちゃったんですけどね。うーん、うん、で、そっか、コンタクト行ったんですね。そうなんですよ。はいはい、ちょっとね、あのエクスタクシープラスの方はあの、うん、ちょっとね、速い音楽の方をあの特集していきましょうというので、自分たちはあの得意な分野で今も流れてますけれども、サイケデリックトランス中心にね、はい、やってますけれども、そうですね、はい、うん、まあ、クラブに行きましたということでね、ちょっと、まあ、あれなのかな、繋がってるのかな、どうなんでしょうかね。いや、でもいいと思います、うん、はい、正しい過ごし方をしてると思います。そうですよね、はい、いいかなと。あとはね、これ29日か28日かだったかな、どっちかなんですけれども、あれですね、ユニット行きましたね。おー、そうです、うん、ユニットでね、はい、あれですね、祭りのパーティーやっててそっちは詐欺ですね。もしかして祭りってあの祭り？あの祭りですね。もう強さんがいい。そうですね。はい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 、はい、そうです。あ、でも強さんって、はい、なんか一時期テクノに寄ってたイメージもあって。ああ、どうですかね、うん、寄ってたんですかね。なんかあのテクノですよ、まあ、そもそもあの人が自体がサイケですけど、割とゴア寄りだったっていうか、そっちに近いイメージがあって、でちょっとテクノっぽくなった時が、テクノってまあ本当のガチのテクノっていうよりは、まあ最強のテクノっていうか、そういうイメージがあって。あ、うん、今回どうでした、サイケでした？ね、私の剛さんね、いなかったんですよ、実は。おお、あの、DK さんとかね、そうですね。あー、DK、うん、それがウーバタマがライブやってたりとかね。はい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 、うん、DK さんいい DJ ですもん。そうですね。うん、塞いで来てました。うん、DK さんとあとマサさんの方も DJ やってましたね。あー、はい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 、そうですね、うん、あの人、あー、そうそう、よく昔よく見に行ってましたよ、DK さん。 あの人もなんかいい DJ だし、うん、で、割となんか最近っぽいかったけど、ちょっとテクノに寄ったりとか
してた時期もあったと思うんで、そうですね、うん、今ほとんどテクノですよ ね、 すよね、あの人もね、ですよね、うん、あのトランスでセット組むの方が珍しいってね、そうですよね、うん、言われてますね、うんうん、いやあ、いいとこ行ってますね、ねえ、どうでしょうかね、うん、でも久しぶりにね、うん、ユニットなんていいじゃないですか、うん、なんだかんだね、うん、はいはいはい、ユニットはなんかわかんない、最近実はユニット行けなくて、あ、はい、昔行ったイメージだと、はい、そう、中箱というかそんなに大きくないイメージで、うん、でなんですけど今もそうやって変わってないのかな、一応でもフロアは3つあるんですよ、細長い下のやつと、メインフロアがあって、地下にあとバーカウンターがあって、そこの奥の方に DJ あるところがあって、サルーンですね、あ、そうそう、サルーンですね、うんうん、で、あともう一個、入り口入ってすぐのところにあるフロアがあるんで、はい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 、うん、あ、じゃあ結構大きいっていうか、まあまあ大きいっていうか、めっちゃ前行った時に2フロアだったんですよ、あ、そうなんですね、うん、サルーンとそのメインのところでやって、はい、そうそう、で、その時もまあ、うんうん、あ、なんかね、あそこって結構いい人呼ぶじゃないですか、そうですね、うん、呼びますね、うん、確かに、うん、なんで結構いつも会場がミンがパッツンパツになるっていうイメージがあって、割と確かにね、人は多いかもしれない、うんうん、っていうのがあったんで、うん、おお。なるほど、いやなんか正しい、DJ としての正しいおし、年末年始の過ごし方したなっていうことで、どうですかね、いやいや、いいと思う、はい、いいと思います、それが、うん、ね、自分なんかそんな全くせずだったので、今回まあでもね、ここで DJ やったりとかね、まあ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 、そういったことがね、そうですね、うん、なんかそう、年末の配信って結構なんかロングセット組めたりとかして面白いんで、結構好きなんですよ、自分として、で、結局まあまあなんていうんですかね、まあここの特徴ではないですが、はい、結構割とまあハウス寄りだったりとかディスコ寄りだったりとかが、はい、まあ多いのがシレスが多い、まあ、それが多い中で、で、まあテクノも当然テクノやりまして、はい、はい、で、ね、それでまあね、流れ無視みたいな感じですね、うん、結構そういう感じでやりました、で、3時間ってやっぱ楽しいですよ、そうですよね、うん、で、結構割とね、あっという間に時間が過ぎたりとかして、だから結局なんかもうちょっとやれたなとかね、うん、思うぐらいの、うん、あとはトイレ行きたいとかそういうレベルの話になってくるので、ああなるほどね、うん、どこでトイレ行こうみたいな話になってくるんですけど、それですごい良かったなっていうのは、なんせ去年っていうか一昨年かな、もう、はい、自分はちょっと入院とかもしてたので、あ、ですよね、はい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 、覚えてます、はいはい、なので、はい、なんか年末年始、はい、なんか本当におとなしくしていたので、あー、もうすっかりでも良くなったんですか、良くなったんで、じゃあそれはそれは良かったですね、そうですね、うん、なんでちょっと去年まあまあまあ行けたんだけど、まあちょっとダラダラしたっていうふうだったんで、ですけどもね、ちょっとはい、そういう感じでまあ結構対照的な過ごし方をしていましたね、うーん、そうですね、なるほどね、はい、いろいろありますからね、生きてるのもね、うん、まあまあそうですね、はい、はい、でですね、まあまあ、そういったこともありつつも、はい、まあ、ちょっと新年一発目で企画しプラスということがあって、はい、ちょっとこれからのね、どうしていこうかなっていうこともちょっと考えていかないといけないかなと思うんですけども、そうですね、はい、はい、どうしていきましょうかねっていうところでね、どうしていきましょうかというところで、うんうん、まあ主軸というのはこの早いものを、まあ、再建なり、そうですね、うん、やっぱりそこを主軸には置いていくのは当然なんですけども、うんうん、そうですね、なんか例えばまあ、ね、結構
個人的には、はい、うん、まあ、早いっていうのを念頭に置きつつ、もっとなんかいろいろあってもいいのかなっていう、なんていう、早いっていうところ、コンセプトのいたものであれば、例えばハピコアみたいなものもあってもいいのかなと。うん、まあでもハピハドコアは去年やりましたね、うん、あの呼んでね、うん、そうですね、うん、あれね、なんかね、いいんですよ、はい、うん、なんか正直昔10年ぶり以上に、まあ、あのイベントで一回聞いた時に、うん、写真見てすげえかっこいいなっていうのが分かりまして、はい、でなんか最近聞く人ってやっぱりなくなってきてたっていうのがあったんで、すごいなと思って、なんかよくどっから掘ってきてんだろうっていうね。あー、どっから、うん、もう、なんか多分自分の中でそれを今までハピコってやったことないので、だからどうしていこう、どう、なんかだからそういう発見というか、本当に DJ で聞くぐらいし、 DJ の人に聞くぐらいとか、なんかそういうのばっかりだったので。ああ、そうなんですね、はい。あ、でもその関連の音楽だとね、あの大きいイベントだとね、私もちょっと目つけてたんですけれども、あのウィークエンドレバーズっていうイベントが年末に開催されていて、はいはい、そうなんですよ、あのブリスクっていうね、あのハードコア界隈でね有名なねガイタレバーに来たみたいなんですよね。ちょっとね行ってみたかったんですけれどもね。はい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 、そうですね、まあおいおいなんかちょっとね情報収集 してみようかなって、ね、おーおー考えてますけれども、うんうん、いやそれもいいと思います、うん、そうですね、なんかで改めてちょっとね、自分も、まあ、最近ずっとテクノとかだったっていうのもありて、はい、この1年で結構改めて再起を、はい、見せ直したところもありましたので、はい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 、はい、でより速い音楽っていうのもまあ、うん、こうコンセプトに置ければちょっと面白く、ハピコはやっぱ面白かったので、うんうん、いいのかなと思います。ああ、それは良かったですね。どうですか、どうですかっていうと、うん、どうしたいっていう意味でのですかね、そうですね、あの今年はっていうので、うん、そうですね、うん、もうちょっとね、あの番組自身あの見つめていけるといいかなというふうに思ってますけれどもね。ああ、はいはいはい、うん、なんかね、あの、なんだかんだで、まあ、ここでか1、2、ほんと3回目の、はいはい、配信ですかね、年始の配信が、はいはい、うん、なんですけれども、うん、そうですね、バナーの方もね、うんうん、作り始めたからだいぶ、ね、おう、うん、はいはい、3年目にね入ったっていうところでね、うん、新しくしようかなとかね、いろいろ考えたりとかしてますね、はいはい、で文章の方もね、あの、ああいう風にあのアナウンスのところで目打ってますけれども、それも改良していった方がいいのかなとか、ね、いろいろね、あのリニューアル、ね、時間が許す限りだったらね、かけていけたらいいかなと思っていますけれども、はいはいはい、ゲストさんについてももちろんそうですよね、うん、まあ、あの去年、一昨年よりもあのもっと、ね、いろんな方に来てもらえたらいいのかなとかね、それはいいと、いいですよね、そうですね、うん、そう、なんかね、結構債権も、うん、まあ、なんていうんですかね、ちょっとずつですけど、はい、うん、なんか以前に比べたら、まあ、上がってんのかなと思ってまして、どう、ね、上がってるのか、うん、ね、ね、なんか、いや、なんか結局わかんないですけど、うん、結構結構、まあ、高円寺とか、うん、もちろん話につながりますけども、はい、結構あのケーブとかで、はい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 、やっぱそこって、まあ、最近は強いというイメージがやっぱあって、そうですね、うん、で、なんかそうそう、本当にそこに行く、まあ遊びに来るお客さんとかも、うん、本当に好きだなっていう人とかがいて、うん、で、なんかそういう意味ではそのなんか一時期のなんか変なブーム的なところから一回落ち着いて、でなんかそういう人たち、好きな人たちがちゃんと、うん、まあ、いたというか、
そういう感じなのかなとは思ってるんですよ。そういう意味ではなんかそういう意味で、であそこはあそこでほらなんかいろいろとやってるじゃないですか。そういう営業以外の面も、そういう意味ではなんかね、ちょっと前までだったらちょっと落ち着いちゃってた時期というか、はい、そういう時はあんまりそういうの、ね、沈んじゃったりとかしてた時期もあったし、でちょっと前になりますけど、あの一回ソロスも復活したりとかしてたんで、そういう意味ではなんか、またその新しい、まあ、サイケの文化というか、できつつあるのかなとは思いつつ、でなんかそういうのもありながらも、ここでもなんかそういったもの提示できればいいのかなとは、そうですね、思いますけども、さっきね、どうなんだろう、なんかね、これ一発目の放送なんですよね、シーレスなんでも ね、はい、ね、あのユーストリームの放送なくなっちゃってるところでね、どうするのかなと思うんですけれども、いろいろ他にあの見てくれる媒体があるのかな。まあまあまあ、あとはね、そういうところはまあ確かにありますけども、そうですね、まあ、あの発信してる限りだったらね、あの自分たちの中だけで終わらないようにしたいっていうのがね、すごくやっぱりあるんで、はい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 、そうですね、届けないといけないっていうところは意味がないっていうのもあるので、そういう意味ではまあしっかりと、しないといけないところもありますし、そうですね、でまたね、そうですかには、まあ、内容の方もしっかりと締めていけないのかなというところもありますよね。なるほどね、確かにね、っていうのもありますよね、ですね、じゃあどうぞ、じゃあ2年目に向けてはより濃いものを作っていきたいということですよね。まあ確かにね、こういうものを、できるんだったらね、そこをなんかうまく目標としてうん、いければいいのかなと、そうですね、思いますけども、はい、どうですかね、頑張りたいですね。そうですね、なんでですね、ちょっと頑張っていきたいと思いますね。ですね、なんかで、あれですもんね、今は中 TV で配信が行われてますので、ぜひそちらの方も、で皆さんチェックしていただければと思いますけども、検索にじゃあぜひ中TV と、そうですね、こうそうですね、こうクリックみたいな感じで、いければいいのかなと思いますが、そうですね、じゃあそういうわけで、じゃあもう2年目もエクサクシープラスですよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、でちょっとですね、じゃあまたちょっと、まあこの流れで話をまた変えますけども、はい、で、あのね、ピクシちゃんやっている、コレッジケーブルイベントの方をですね、ちょっと紹介していきたいなと思ってますんで、ではお願いします。はい、ですね、これが2年ぐらい前から始めたイベントですね。はい、で X タクシーと X タクシープラス両方でもあの配信するときにあの宣伝させてもらってるんですけれども、じゃあ1枚目いきましょうか。はい、お願いします。このイベントですね、ちょうど2年前2016年の7月15日に、やることになりまして、はい、そうですね、スピクレンシスラスチっていう名前で、イベントを、数回ですね、やらせていただきました。はい、はい、ちょっとあのフライヤーだけになってしまうんですけれども、サイケですね。なんかね、やろうかなって思ったきっかけがね、これの前にね、はい、4月に実はサイケのイベントをやったんですよ、ケーブルでね、鍵っていう名前のイベントだったんですけども、存じております。そうで、なんかノブさんにもラウンジだったかなと DJ やってもらったんですね。そうですね、はいはい、
で出てもらって、今回その4月の回の方はメインフロアでサイケの DJ をお願いして、ありがとうございます。そうですね、とんでもないです、はい、そうなんですよね、うん、割と序盤の方メインフロアはもうそうね、ちょっとテクノの DJ をやって、でその後から最近に移って、ずっと6時まで、まあ、5時かこの日は5時までね、うん、サイケが鳴り続けるっていうね内容だったんですけれども、はい、まあ、なんかダンサーさん入れたりとかね、そうですね、うん、でこの方もね入れたりとかしてね、うん、なかなかいい内容になったんじゃないのかなと思ってますね。いや本当にいい内容でしたよ。 ありがとうございます。はい、ですね、うん、ダンサーさんがすごい良かったです。はい、ああ、はい、それはそれは、はい、うん、本当に何ていうんですかね、なんかまあ前も言ったかもしれないですが、うん、なんか封印を使った、あ、そうですそうです、ダンサーさんじゃないですか、うん、そう、うん、で今までなんかそういった封印を使ったダンスとかっていう、うん、見たことなくて、うん、でなんか何ていうんですかね、まあ正直もこのありきたりな発想で申し訳ないんですが、いえいえいえ、ダンスっていうと、うん、ついヒップホップ的なとかハウス的なとか、とかはまあ、あと強いてあげるならば、はい、その昔のハードハウス系にあった、うん、なんていうんですかね、ああいう、なんでしたっけ、名前忘れた、なんですか、オナペッツみたいな人が、ああ、なんつんだっけ、あれ、ドラグクイーンのこと、あ、ドラグクイーン、そうそう、うん、ああいうイメージだったんですよ、正直、うん、で、だけど、本当に、あと、まあ、場所によってはそのポールダンスとかあったりっていうのもたまにあったりもしますけども、そうですね、それとはまた全然違って、そうなんですよ、和を全面的に打ち出してきた感じがすごいかっこよくて、あの人、うん、そう、なんかね、すごい良かったですよ。あー、良かったです、はい、なんか、うん、なんかいろんな人がそういう風に感じていただけるんだったらね、はい、いいなと思ってますけれども、もうね、うん、なんていうか、はい、だから、まあまあ多分これは本当、はいはい、いい意味なんですけども、他のサイケイベント一線を画したというか感じでかなと思ってます。お、それは嬉しいですね、はい、ね、はい、まあ多分まあ言ってるから分かると思うんですけど、なかなかサイケのイベントってなかなかああいうのはないじゃないですか。どうなんでしょうかね、デコは割と凝ったところが多いと思いますけれどもね、ダンサー的なものってあんまり見たことなくて、あ、どうだろう、あと春風とか行くとベリーダンスやったりとかね、あー、うん、懐かしい、そういうものありますけどもね、懐かしい、春風そう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 、うん、ね、どうなんだろう、うん、まあまあそういうのはあるんですよ、ああいう和押し出した系ってあんまり見たことなくて、うん、そうそう、だからそういう意味ではいい段良かったですよ。ね、なんかね、まあまあちょっと話はそれますが、あ、いえいえ、はい、そういう意味で本当にだいぶ前になっちゃうんですけども、はい、そういうなんか最近のイベントで、はい、途中でまあライブなんですけど、はい、なんか和太鼓10人ぐらいのごっこっていう。確かいて、うん、それが出てた時の、うん、あそこで和太鼓10人以上か、あ、10人かもうそれ以上いたと思うんですけど、はい、それでやった時の衝撃の方もと同じぐらいの衝撃ありましたよ。あ、それはそれは、はい、はい、そう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 、お、ここで、そうそう、そう、和太鼓のセッションと同じです、うん、のような衝撃がありました。うん、はい、そうです、それが良かったです。ああ、良かったです。そっか、和太鼓のセッションと同じぐらいか。かなりね、うん、もっともっといいものを作るっていう風になったらね、どうだろう。ね、プレッシャーかけられてるのかどうなんだか。いやいやいや、いや、プレッシャーじゃなくて、そういうのが良かったですよっていうことですよ。ああ、ありがとうございます。はい、ね、じゃあ、そうですね。で、このイベントとはね、その2年前に1回やって、一応ね、その後に12月の
末に2016年の、まあ、やったんですけれども、はい、それもあのダンサーさん取り入れたりとかして、はい、そうですね。あ、そう、あれその回ね、のぶさんはね、いなかったんだけど、そうなんですよ、実はそう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 、あ、そうそうそう、俺、お前勘違いしてた、俺、いやいやいや、うん、そう、ライブペイント交えたりとかね、はいはい、うん、その時もまた違うダンサーさん入れたりとかしてね、その時はまた、ね、そうなんですよ、テイストの違うダンサーさんだったんですか。そうですね、で、ラウンジの方も割とゴアトランスがかかるような感じのイベントでね、ゴリゴリに行きましたね、ゴリゴリでやってましたね、はい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 、で、そんな感じかな、2回ぐらい年内にやって、で、漫画予告編も含めてみたいな感じでやってて、で、去年の3月でフレグ出していますかね、次の、そうですね、はい、お願いします。ちょっとフライヤーが漫画っぽい感じになりましたけども、そうですね、うん、これ第2回ですよね、うん、で、同じくこれもメインフロアの方に、まあ、デコレーションちょっと変わったのして、うんうんうん、まあ、ここの放送にも2年前の1月の放送に出てもらった太田くんっていう、あ、はい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 、そう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 、いるんですけど、このフライヤーも担当していただいたんですけれども、彼にね、デコレーションお願いしまして、はい、うん、結構ね、すごい雰囲気になりましたね、ここ本当はなんかね写真とかあるといいんですけどね、うんうん、そうですよね、そう、うん、それでね、引き続きでテルミンか、テルミンでライブもやったんだ、この時、そうです、ゴアトランスで、うんうん、そういう人も出てきたりとか、うんうん、あ、相変わらずメインフラワーの方はサイケでしたね、そうですね、はい、覚えてます、テルミンのライブっていうのを初めて見たんですよ。ああ、そうだったんですね、はいそうです、そうです、なんですかね、だから、あ、なんですか、テルミン、テルミンだけを、テルミンをどっかで取り入れたみたいな、ある、まあ、ライブとかも見たことあるんですけど、テルミンをメインにしたライブというか、そういうのを初めて見まして、おーって、テルミンってこんなに可能性のあるものなんだっていう、思えて、そうですね、なんか今までは割と自分の見て、自分の中で見てバンドの中でテルミンが使われてるとか、はい、そういったものが多かったので、なんかそういう意味でまた違う、あ、こういうの主軸に見てで、ゴアトランスすごいマッチしてたので、合ってましたね、確かにね、そうなんですよ、そうなんですよ、で、結構周囲の反応もパッと見た感じで良かったんですよ、いい感じだと思って、なので、なんかね、正直びっくりしました、この人選やばいな、あこれを連れてきたのやばいなと思いました、あ、ありがとうございます、はい、なんですかね、さ、そこの企画力というか、はい、そういうのすごいなと思いました、あ、ありがとうございます、はい、だってなかなか結構ね、まあ、目玉的にはなったのかなとね、いいかなといやいや、本当になってましたよ、うん、ありがとうございます、はい、なんか、なかなか多分、わかんないですよ、他の人もあんのかもしれないですけども、はい、なかなかあそこにそれを持ってくるっていう、まあ自分もそんな、そういうイベントに行ったことないだけなのかもしれないですが、いや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 、あんま見たことなかったので、そういう意味ではすげえ良かったです、ね、ありがとうございます、はい、だからですね、まあ、あれですけども確かにその後自分だったんですよ、そうですね、で、そうだそうだ、でその後の、もうこういう感じでこっから俺どう悩んだんですよ、これいい感じでこれどうしようみたいな、そうこの熱をどう逃がさないようにするかっていう、ね、全然ね、ナイスプレーでやっていただきたんで、いや本当に、本当に、いや、とんでもないです、そういう意味ですげえ苦戦したというか、考えちゃった特集でありました、とんでもないです、はい、そうなんですよ、前がいいと何でもそうなんですけど、その後ってなんかすげえプレッシャーあるんですよね、まあなんかあるないですか、あ、わかりますよ、すごくありますよね、そういうのね、ありますよね、あります、そう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 、なんかその
やべえみたいな、うん、この後どうしようみたいなね、っていうのに本当そうなっちゃうような感じで、あ、はい、うん、すげえ良かったですね。ありがとうございます。はい、うんうん、まあね、そんな感じでこれ次行きましょうかね。じゃあでお願いします。うんうん、これが、はい、4月の回ですね、去年のね。はいはい。ここでも宣伝させてもらったようなそんな気がするんですけれどもね。はい。うんうん、ですね、うん、割と、うん、この時あとね、シーレスにね、今番組持ってる澤田さんが、はいはいはい、この日、はいはい、DJ ね、そうですね、ラウンジの方担当してくれたのと同時に、うん、ラウンジの方もオーガナイズしてくれて、うんうん、なのでね、まあ、この時も参加させていただいてありがたんですが、メリハリが本当にしっかりできているというか、ラウンジと、はい、うん、結構その澤田さんの、その、なんですかね、オーガナイズ能力というとピクシャのオーガナイズ能力がうまく噛み合ったんじゃないかと思っております。あ、そうですか。はい、うん、うん、そうです。そういう意味では本当に良かった。本当になんかうまい対比ができているのかなと思っておりまして、うまい対比か、はい、うん、思いました。それはそれは、はい、なんで結局あれじゃないですか、まあお二人とも分かってらっしゃる方だったっていうんで安心できてるんだろうなっていう、うん、思いましたね。うん、よしさんって思いましたけども。あ、良かったです。はい、この時もね、そう、デコはなくして、あとあれですねメインフロアの方、ライブペイント入れたんだ。そうですね、オタクに絵を描くのをお願いしたりとかね、うん、あとそうだ、3月、あ、そっか、3月もそうだ、そうだな、確かね、この時もあれかな、リキッドライティング入れたのもこの日だったかな。3月かね、7月に入れたんですけどね、はいはい、うん、結構ね、それもね、良かったんじゃないのかなって思ってるんですけどね、うんうん、そうですね、うん、いや、良かったですよ、うん、そういう、うん、結構イベント通して1枚完成させるっていう確か感じだったと、うん、そうだそうだ、7月に入ってもらったんだ、うんうん、だったんで、そう、うん、本当になんか素晴らしいですよね、そういう、うん、なんていうか、うん、思いまして、はい、そういうところ楽しませるっていうところっていうのは多いから、はい、いい、すごいいいなと思ってます。 ありがとうございます。はい、はい、うん、そしたらじゃあこれがね、年内、2017年内最後にやったものなんですけども、そうですかね、そうですね、はい、はい、これがね、第4回目になるんですよ、まあ、ついこの前、そうですね、ですね、はい、うん、うん、すいません、なんかまた参加させていただきまして、そうですね、ご協力いただきましてありがとうございます。いえ、とんでもないです、うん、もう、はい、そうですね、今回、あの時はなかなか結構、楽しくやらさせていただいたので、ああ、ありがとうございます。はい、でですね、なんかなんとなくこういった、まあ、私事なんですけれども、はい、なんていうんですかね、この辺ぐらいから割となんていうんですかね、まあ、こういっちゃなんですが、はい、こう債権に対する手応えをちゃんと取り戻せたのというか、そんな手応えがあったとは、はい、でっていうのもありまして、はい、はい、ちょっと申し訳ないです、ちょっとおしゃべり申し訳ないです、はい、とんでもないですよ、はい、それもありまして、はい、でですね、で、それなんていうかな、なんとなく、まあ、まあ、自分は、債権、ちょっと離れた時期が結構長かったっていうのがあったのと、私も長かったですよ。うんうん、で、もう、ピクシャーは、まあ、だんだんちょっと、ケーブルとかで、自分のイベント以外も出たりとかもしてた時期もあったと思うんで、いやー、まあ、でもどうなんだろうね、っていうところですけどね。なんで、そういう、多分そういう、まあ、勘というか、はい。な、まあ、取り戻せていたんだろうなって思うんですよ。ああ、それはそれは。で、うん、まあ、自分の
はなかなか、はい、もう再起で現場に立つ機会に久しくなかったっていうのもあったので、あのこういうし、まあ、配信とかではやってましたけど、そういう意味でそのなんていうか、そのうまくその客との距離感というか、はい、そういうのがなんとなく模索してたっていうのが、はい、実はあって、最初の方は、はい、うん、そういう意味 であのこの辺で手応えがつかめたっていうのがありまして、それもあのピクシーちゃんのおかげでございました。あ、いえいえ、とんでもないです。いや、ノブさんのね、それは DJ があってから、いやいやいや、そうだと思いますけれどもね、うん、いや、あの、ありがとうございますって言ったんです。はい、うん、そうですね、そうですね、そんな感じでちょっと、ね、ちょっと押してしまいました。あー、とんでもないですよ。はい、じゃあですね、というわけでちょっと、まあ、ちょっと締めの方に行っちゃいますけど、そうですね、はい、まあ、こうやってなんか再起の配信やったりとかして、ね、で再起のイベントもやりましたよということで、はい、まあ、今年はさらになんかこう密に行きたいですねというところでね、そうですね、うん、はい、スタートしましょうか。そうですね、というわけでこれから、DJ の方撮影していきますので、はい、皆さんじゃあ今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。